8の字です。スピードアジリティね。これスピードアジリティ。1歩目、2歩目の加速、歩幅の調整。1歩目、2歩目の加速、歩幅の調整。テニスってこういう直線のスポーツ、100m とかじゃなくて、50m、100m ではないんですね。なので、このスピードも大事なんですけど、テニスはどれだけ速くこういろいろと切り返せるかっていうのが大事なんです。だから、通常のスピードではなくて、コートの中で速くこう切り返していけるっていう、プレースピードっていうのがとても大事になるんですね。これスピードです。頭文字を取って。で、1歩目、2歩目の加速です。これね、これ超大事。テニス3歩目、4歩目、5歩目で加速しても崩れてますから。で、アジリティっていうんですけど、これが、速さの調整、スピードの調整ね。速度の調整と、あとは歩幅の調整って言います。歩幅。歩幅の調整です。で、クイックネスがちょっと難しいです。これね、360度ターンって言います。要は打った後、360度どこでも動ける次への準備の速さって言われるのがあって、で、実はこのアジリティを抜いちゃうと、ちょっと見ててね、アジリティがね、こう、なんかどん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 激しくなっていっちゃう。で、脚力があればいいんですけど、脚力がない人はこうやってね、調整を入れてあげた方が次に切り返しやすいんで、ね、調整してるブレーキだ。この3つが上手にできて初めてこういうプレースピードが速くなる。8の字です。スピードアジリティね。これスピードアジリティ。1歩目、2歩目の加速、歩幅の調整。1歩目、2歩目の加速、歩幅の調整。 OK、 なんかでしょ。はい、ちょっと練習してみましょう。8の字で回ります。そう、1、2で加速してトトトトン。あ、1人ずつね、1人ずつ。1、2で加速してトトトトン。1、2、トトトトン。1、2、トトトトン。1、2、トトトトン。OK? 1、2、トトトトン。OK だったら2番目の人も交代してみましょう。イメージ作ります。まずイメージね。1歩目、2歩目の加速、歩幅の調整。そう、まず大きい足。大きい足、小さい足。大きい足、小さい足。大きい足。小さい足、大きい足、小さい足。すぐ曲がるじゃないですか。 OK、 大丈夫ですね。イメージ湧きました。よし、では行きます。きつそうだね。20秒間テニス投げやすい。20秒間で1、2、3、4と数えて10回。ジュニアだと12回くらい。 OK、 はい、じゃ数えてあげてください。パートナーから一回準備して、無理しないよ。よーい、スタート。1、2、トトトトン、スピード、はい、アジリティ、スピード、はい、柔らかく、柔らかく、足の裏硬くしないでよ、怪我するよ、はい、トトトトン、ダン、ダン、トトトトン、ダ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 ン、10回は行きたいな、はい、スピード、はい、5秒前、4、3、2、1、スピード、はい、アジリティ、1、はい、10秒で、よーし、OK、あ、往復じゃないよ、片道で、1、2、3、4、5、6、12回、12回だ、12、はい、2列目の人いきます。やってみましょう。元気やっていいよ。はい、いきます。レディーゴー。タンタンタタタタン。1歩目、2歩目の加速、歩幅の調整。そうそうそう、無理しないでね。はい、10秒経過。スピード、アジリティ、大きい足、はい、小さい足、はい、大きい足、はい、小さい足、そうそうそう、大きい足、はい、小さい足、はい、3、はい、2、1、はい、OK、ストーね、固めちゃダメだよ。柔らかくね。そう、どんどん硬くなっちゃうからね。さあ、いきます。2人の合計が24回。2人のスピード、アジリティ、スピード、アジリティ、スピード、アジリティ。ほら、めくれてるってことはどういうこと？足の裏が硬いってことだよ。大きい足、はい、小さい足、大きい足、はい、小さい足、大きい足、はい、小さい足。さあ、頑張った。5番目です。大きく小さい。イメージね、水面は。はい、1、アイストーン。 OK、 11、1回やった。はい、いくよ。はい、まず股関節をちょっと曲げない。はい、アジリティ、スピード、はい、アジリティ、スピード。大きい足と小さい足、大きい足と小さい足、大きい足と小さい足。 OK、 はい、3、
今のと一緒です。大きい足と小さい足を使ったら、足をね、パッと軸足を出してください。今度。このまま動かない。なので、必ずここでこうやって軸足をちゃんと詰めるようにしてください。ここで、はい、足を開きます。で、ここでね、骨盤、これ骨盤の後ろの骨があります。ここで、体をキュッとターンしてください。あの、ポンちゃんのさ動画でエッグボールあるでしょ、はい、エッグボールも上半身が絶対見てる。下半身で押さえないといけないんですけど、下半身が伝えないとすぐないのにちょっと落ちます。なので、ここの下半身で骨盤をね、クッ、クッ、クッ、3回ターンして、そうすると下半身がバーって前に、そう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 、 OK。 で、この時に大事なのが軸足作りに行くでしょ。軸足作ってっていうのをみんなでこう軸足を出しちゃうんだけど、軸足を出しに体がこう潰れるっていうことで、だから僕たちが教えるときは軸足を出すっていうよりも後ろの親指を押す。後ろの親指で地面をゲットしてあげると、このハムスノって後ろの筋肉が使われるから体が潰れないし、ね、そう軸足だけでいこうとするとね、チームとか体が潰れやすいし、押してやる。だから走らされた時に上手な人でこうなんだよね、結構上手で後ろで押すから体が起きてるんですから、この後ろの辺でちょっと違う、皆さん結構試合で走らされてたから、そうそうそう、あの走らされた時こそチャンスだから、逆に言うとピンチなんです。なので軸足を出すのにちょっと後ろ足で走ってください。小さい足を使ってキュッと足を開いて、そしてバンバン後ろ足を押して、また走ってって、ここから1、2、3、また走ってって、ちょっとイメージ作ってみましょう。どうぞ。そうそうそう、走ってって、走ってって、そうそうそう、小さい足を使った後、足指を使った後に後ろの親指で押してみる。1、2、3、そうそうそう、そうすると足が前傾しないのね。3、1、2、3、 OK。 1、2、3、 さあ走らされたよ。走らされた時にキュッと体が起きるでしょ。オッケー、ありがとうございます。では行きます。1番目の人と、まずイメージを作ります。このイメージやりたいな。はい、じゃあ準備ができたら、はい、レッドポジションを作っていただいて、じゃあ行くよ、よーい、スタート。今やった、大きい足、小さい足、足開いて、1、2、3、 OK。 ペタターン、キュッ、1、2、3、 OK。 ペタターン、キュッ、1、2、3、 ペタターン、キュッ、1、バージョンが前傾しないようにこうなっちゃうんだよ。1、2、3、ダン、キュッ、1、2、3、ダン、ダン、ごめん、タイムかかるの忘れた。あ、しました。はい、ごめん、ごめん、スタート練習。はい、ダン、ス、1、2、3、ダン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 、ス、1、2、3、ダン、ダン、ス、1、2、3、ダン、ダン、ダン、はい、10秒、1、2、 OK よ。はい、5回目、5、はい、このボールどうする。はい、6回目、今度はこのボールどうしよう。はい、ダン、キュッ、テニスの文化祭をやろうかなと企画してます、今年の夏休み8月14日に開催をしようと思ってます。場所はチャンネルでもおなじみのダンロップインドアテニススクールネギスさんで行います。インドアコートですので、雨天の心配なくですね、実施をすることができます。そして、気になる参加費なんですけれども、今回はなんと無料とさせていただきます。無料なんですか。無料です。この夏ですね、本当にこういい思い出を作ってほしいなと思っていますので、テニスのゴンちゃん頑張っていきたいと思います。
場所はチャンネルでもおなじみのダンロップインドアテニススクール根岸さんで行います。インドアコートですので、雨天の心配なくですね、実施をすることができます。そして、気になる参加費なんですけれども、今回はなんと無料とさせていただきます。無料なんですか？無料です。この夏ですね、本当にこういい思い出を作ってほしいなと思っていますので、テニスのゴンちゃん頑張っていきたいと思います。はい、いつもと同じようにチャンネル側で応募フォームを用意するので、そこから申し込んでもらう形を、想定してるんですけども、人数に関しては本当に多くの人に来ていただきたいなと思っているので、それはまた詳細決まりましたら連絡をさせてもらいます。それでは8月14日、テニスの文化祭を、お楽しみにお待ちください。お知らせです。 ABC スポーツさんからテニスのゴンちゃんコラボ T シャツがリリースされました。なんと胸に回り込んでフォアの文字がプリントされています。カラーは白、黒、赤、水色の4色展開です。コートで目立つこと間違いなし。この夏テニスのゴンちゃんと一緒の T シャツを着てテニスを楽しみましょう。